はい、ヤフケです。おはようございます。白の道79ヤフ、次モンスターハウスですね。さてと、どうなるかな。まずは分布図見てみようかなと思いますが、まあその前に足踏みしてみようか。ギリギリまでね。腕は何がいいかとかもあるからな。どうもです、おはようございます。今回復かなだね。ではまあギリギリ足踏みガラ来ちゃったよ。まあ軸合ってないか。じゃあここで確認しよう。分布図見ますわ。分布図見ます。次は 80F か。ギタンマムル、バインダイル、ランブポリゴン、パクレフゴート、激毒サソリですね。毒だな、HP は絶対回復したかったんじゃん。ここは、はい、どうもです、こんにちは。どうしようか。あいつ倒して足踏みしようか。あくまでどうしようか。どっかにバナナとか買わないんだっけ。どうしようか、まあ、ここで変なことされるの嫌だもんな。どう考えても階段降りれなくなっちゃうかもしれんしな。あいつ倒してってのは難しいか。よし、じゃあ、はい、どうもです、こんにちは、おはようございます。毒消しを装備して、じゃあもう行こう。次の階層に行ってから、作戦を練る。うん。ちょっと柄はね、怖いね。じゃあ、戦術考えるぞ。まず、目薬を飲みたいかな。はい。相変わらず敵は10体かな。ポリゴンがどの程度の実力かだな。よくわからんな。めっちゃ囲まれるってことか。いよいよあまりないですね。うん。そうだな。動かずになんとかするか。目薬飲んでる時間が惜しいか。ゾワゾワの巻物があるか。攻撃すれば一撃で落とせるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうしようかなって思ってます。一匹ですね。反撃で落とせるでしょ。ダメージどんくらいもらうかわからないが、ゾワゾワが1枚あって、でも良くないかもしれないな。一応トンネル掘るべきなんでしょうか。ここはとりあえず目薬飲むか。目薬飲んで一旦消費しつつ敵を待つ。でゾワゾワが何もある。一撃もらった場合どうなるかな。読めなかった場合ね、真空切り読むか。2枚読んでも多分倒せないかもしれないか。持ってる意味ないね、真空切りってね。どうしたのかな。じゃあ真空切り読んで弱体化させるか。ほんで倒そう。いや待てよ、どうすればいい。安全にやるんだったら、ちょっと待て。じゃあやっぱり真空切り読もう。まあ読まないよりはいいかもしれないよな。1枚だけ読める状態なんじゃないか今。おはようございます。今 80F モンスターハウスですね。で思ったより少ないな。真空は良かったですか。真空良かったですね。あ、ギターマムル倒したのもしかして。あ、そうなんだ、真空切り効くんだ。はい、ではできる限り敵を倒していく方向で。アポルグンからのダメージ大したことないな。どう、余裕か。罠確認しつつ敵を待つ。倒す。余裕か、もしかして右から来るの。アポルプキンか。楽勝だった。お、周り罠だらけじゃないか。目薬さん、じゃあ温存しようか。温存しようか。
真空、じゃあ真空じゃなかった、真空いいっすね。やった。目薬草をじゃあ温存しましょう。で、回復アイテムはしっかりキープして、あの最低限のリスクで最低限の消費でなんとかなったんじゃないかな。はい、オロとの決戦も近い。わずか99兵待ち構えてる人ですか。あ、チドロの回数を超えたか、もしかして。不幸、不幸触れるかどうか試すか。うん、試しとこうか。まあ、チャンスがあればそういうことやっていこうか。大丈夫っすね。よーし。うん、あ、そうなんだ。マブレに担がれたそうだよ、待って。あ、うん、それはいいですね。こんにちは。なんとかなりました。あとは、モンスターの罠を踏まなければ OK。 80F ね、 80F のモンスターハウス打開しました。で、目薬草ありますが飲まずに温存します。飲まなきゃダメなケースがありそう。うん、ガチでチェックします。踏もうって言ってるけど。あー、なんか飛行機飛んでんな。あ、しまった、2000ギター。くそ、そっか、そうだ、ギターマムレいたんだもんね。で、そろそろもう真相だから、背中ないの？壺1個あるけど、あ、ここにもう1個ある。背中ないかな。1個でいいからさ、背中は頼れるからね。素出しもういらないか。素出し使って攻略アイテムしますか。やりますか。じゃあやっていこう。まあ、階段近くでやりますね。あ、お世話になりました。修羅打開した方ですね、ってことは。まあ、なんだっけ、ウンバルーンは識別できないんだよね。オーラ消しは、ことによると識別した方がいいかもしれんよな。これは？監禁か。70F から気配察知。マジで？出たんですか？配信者で、気配察知、出た方、なんか言い出しちゃって、俺ちょっと見てたんだけど、その方、クリアしたのかな？なんかね、まあ、他の配信者の方の話とか、あんましない方がいいかもしれないけど、なんだっけ、確かね、コスプレしながらやってる方がいて、その方確か、気配察知だっけかな。別にして OK？ 本当？いや、なんか、ニコニコ初心者だからね、うん。回復アイテム多くて助かるな。しかし持っていけなくなったぞ。投げるのも良くないか。識別しよう。あ、音切れじゃなくて癒しにすればよかった。まあいいか。これは？混乱ね。どんどん入れていくか。混乱多くて助かるな。そして、まあ、この辺で識別するとして、背中出ないか。あと一個ツボあったっけ？あ、ほんと？いや、別にもう批判する気はないからね。うん。あ、今？真空切りでもこんなにいらないよな。今2枚あるんでしょ。でも、モンスターハウスいくつあるかわからんしな。これは？お払いか。結局出なかったな。あ、そうなんだ。燃えちゃうことあるんだ。じゃあ、あんまり言うのやめるか。混乱はでも、どうしようか。まあ、癒しか、とりあえず。まあ、なるべく角度の高い癒しをたくさん持っておきたいよな。うん。これ拾える？あの壺まだ拾えないんか。上に投げちゃうか、あの壺。壺割れないよね。
お祓いな。よし。まあこんな感じでしたね。よし。いやー、背中期待してたんだかな。あ、ありそうですね。でもただモンスター出ても大したことないからね、ここはね。うん、大丈夫でしょう。あとは水枯れいらんけど読まなきゃいけないっていうケースがあるかね。でもそういう特殊な状況があるかもしれんと思って捨てないで置いてるんだけど、ないかね。吸い出しが何枚あるんだっけ。2枚あるかな。ここに1枚。ん、緊急にはなくない。なんかそこに逃げた方がいいかなっていう時、例えば足踏みしたい時とかさ、湖が消えればそこで足踏みしやすいしと思ってるんですよ。湖が干上がった場合ね、足踏みしやすいでしょ。ここに1枚か。あ、3枚あるね。めっちゃ読んでいいね。じゃあ識別。うん。あ、もしかして消えた ?1 個。アイテム。乱れ細工ゾーン?いや、さすがに、やりたくないっすね。あ、4回か、これ。あ、消えてないね。よかったよかった。ちょっと待って。何識別しよっか。何がいいかね。まあ、水切れは識別しないですね。まずは回復アイテムか。杖はとりあえずいいかな。真空切れとか。こんにちは。真空切り。こんな五章大事に持つとは思わなかったけどね、自分でも。で、2枚も識別する必要ないか。あとは、何がいいかな。混乱か。音切り。癒しの識別したいの、これ。いや、だけど、柄抜けましたね。柄のゾーン抜けましたわ。いや、十分倒されることもあるだろうと思っていたが、なんとかなりましたな。ここでやるか。もう一枚あるからな。識別割ってしまってもいいんだけどな。一枚だけ残しておこうと思います。あとは、どうしようかな。やっぱり杖見とくか。服を使うかな。あ、混乱か。明かりも一応。あ、そうだ、明かり全部確認しておくか。まだ 80F だけど。明かり何枚あるんだろうな。5枚ぐらいあるんじゃないかと思うんだけど。だから途中で壺消されたからな。壺の中のアイテム。あとは、じゃ爆睡か。爆睡読めなくなるとか最悪だよ。明かりいらない？いや、ここでもし呪いかかってるのが分かったら、そこにお祓いがあるんで、お祓い持ってく気はないからね。と思ってるんですよ。うん。ちょっと明かりにやってこう。明かり生命線になりそうだからな、90からは。まあ、そこまで行けたらだけどね。お祓い壺はそこにあるんですよね。あとは、あ、癒しとかあるね。でも癒しの方が優先か。ん？通しとけば。ああ、そこの中入れるってこと？ああ、そうか。まあ、そっちの方がいいかもしれないな。ただなんかだんだん面倒になってきたっていう自分がいるんだけど。はい。なんかこっちの方でやろうか。割っちゃおっか、読もっか。あ、結局これ割っちゃうんだったら持ってけんのかなってのがあるな。
うん、こんないらないんじゃないかって。そうかな、明かりじゃあお腹に入れよう。でこれは割っちゃおう。割っちゃいます、割っちゃいます。はい、乱れの合うでしょう、うん、保存多いですよね。これ割ってしまおうか。うん、あ、食品屋さんどうもです、こんにちは。あとは明かりね、明かりだけ。虎の子の明かり、明かり、本当は回復のが優先っていうふうに言われるかもしれないけどね。明かりをちょっと、本当生命線になるからね、ちょっと角度を高めとこう。あとはどこ行った、今3枚かな、ここに4枚目がある。4枚か、明かり4枚ですね。じゃあもう1個は、ほんじゃ癒しがある。よし、これでいいかな。じゃああとはなるべく、まあ、ばらけさせる感じで入れていこう。よーし、あと分物見ようか。そろそろアークの回数でしょ、まあ、HP は340あるからね、まあ、そう簡単にはくたばらないと思うが、で罠確認はしてった方がいいだろうな。ちょっとバナナ踏みたくねえしな。で飛びつけてなかったな。食い物、食い物ね、チョコがねここにあるんですけど、これどうしようかな。これ開けてくか、いや開けてた方がいいよな、どう考えても。あ、一個だけあるんだっけ、黄色いバナナが。じゃあまだいいか、どうするかって感じだね。あ、これせめてこれ食べていこうか。うん、あのどうしようかな、アイテムいっぱいになるからな、それが問題だよ。はい、そうですね、なんだっけ、板分けとかいっぱい持ってるんで捨てていこうか。あ、これジャストかな、いらないものじゃあ捨てく方向でやってみるか。いらないもの、水殻置いてくか、切るか。はい、割ったりとかいいかもしれないよね、確かにね。うん、どうしようか、拾い識別。あー、いや今食いたくないな。まあ多分植えるってことは多分ないと思うけど、確かにね、食料問題を解決しながらアークの階層をやっていくのは難しいよな。うん、黄色食べちゃったね。うん、板分けいらないよね、どう考えてもね。板分け振るんだったらもっと別のことがあるから、板分けを投げておいていこう。あとはもっとあったような気がする。あ、はいはい、無理やり使ってるんだよね、いたわけね。こんなところかな。水枯れ置いていけって言われそうだが、やっぱ持ってけないよな。はい、まあこんなところかな。あ、まだありました、本当？どこだった？どこだ？識別読んじゃおっか。いたわけまだあった？どこだろう？いたわけ、あったあった、全部置いとこう。でこれでいくつ開いた？3つか、これ割って4つか、あともう一個なんか置いていけば、識別を、置く。罠消しか。いや、一旦が惜しい時とかね、例えばモンスターハウスで。結構助けられてんだよね、この配信で。
だからちょっとこれ持ってきますわ。いいかな、割っちゃって。でも、あ、吸い出しか。吸い出しね、チョコのために持ってるんですよ。稼ぐかなと思って。いや、この先稼ぎそうもないよね。じゃあ、吸い出しか。吸い出しいらない。これで解決かな。ちょっと持ってなかったな。じゃあ、識別に使えばよかった。で、こっちはチョコ割っちゃおっか。さらば、チョコの壺。吸い出せばよかった。いや、こっから先も多分稼がないと思うから、もういいです。なんかもっと別の有用なものがあれば、それを持ってくんで。まあ、異論あるよね。うん、だってみんな試練者でしょ。異論あるよね、それはね。わかるわかる。あとはじゃあ毒液でも出しておこう。これでいいかな。うん、いいですよ。4、うん、難しい。じゃあ回復つけて。そうですね、あとは運だな。腕は何がいいかとか。あー、救助で補充できる。まあ、とりあえず、まあ、今後占う意味でも、見てみよう。分布図81から市販出ますね。あ、ノロージュ出るんですね。ノロージュが81、82枚出るんだな。で、エリガゴンが結構長いの出ると。なるほどね。で、アンクが82から。なるほど。まあ市販がいるし、そこでいいかな。アークドラゴンはじゃあ87枚出るんだね。なるほど。デブーゴンが86から出るんだね。86と7が重なるっていうのは浜辺と一緒だったかな。あ、87危険だな。ダークドラゴン、デブーゴン、バナナ元締め、めっちゃ重なってんぞ。底抜け欲しいぐらいだな、これは。そんな感じですね。で、まあ次の階層から、階段罠は90からでいいのかな。浜辺ではそうでしたね。まあ、とりあえず、呪い気をつけて、じゃあ行ってみようかな。階段罠はないと踏んでるんだけど。そこ降りね。はい。階段近い。はい。階段近いぞ。トンネルか？トンネル掘ろう。ここはトンネルだな。変な風にあるって罠踏みたくないもんね。どこまでやっていけますかね。この辺の敵とどこまで渡り合っていけるか。毒を打っておこうか。はいはい。どうかな、やってみようか。まあ、できないこともないな。相当きついけど。あとは終わりか。よし。そうですね。いやー、拾いつつバナナ食いつつっていう感じで。ウニだ。どうなるかな、こいつな。まあ、こいつの場合はか、なんだっけ、カトとかいないからな。大丈夫だな。よし。一撃ですね。あいつ弱点2つ持ってるもんね。じゃあ、あとは、妙な罠を踏まなければ。カラスがうるさい。めっちゃうるさい。あ、3つ持ってる？いや、1つ目ないんじゃなかった？弱点3つですか？ 1 つ目ですか？ 1 つ目と、なんか一つ目なかったよ。あの、ウィキでは。あのカラスなんとかしてくんないかな。どうしようか、これ。吹き飛ばし。たくさんあるからいいか。よし。なんだ。はいはい。他には。大丈夫だな。あ、そうなの？
まあいいや、じゃあ、あ、待て。あ、3体いるのね。まあいいか。まあどのみち足踏みしていくしね。じゃあここでちょっと足踏みしよう。まあちょっと罠確認しつつ。めっちゃうるさいんだけど。よし、じゃあこれでいこうかな。で、じゃあこれ食べて。よし、じゃあいこうか。これめっちゃ聞こえてるよね。まあ昼間に歩いちゃしょうがないけどさ。それでも自重してほしいよね。杖投げられるんか。場所替えの回数たくさんあったな、確か。そうか。とりあえずこいつを始末しつつ。倒してるか。ちょっと待った。よし、じゃあ場所替えだ。あの杖がなんかいいものかもしれん。待て待て。使いかけの、なんかいいのあるかな。適当に使えそうなやつ。場所替えはでも一本化したんかな。ハテナって書いてあるな。そんなセッションやっぱ集まった状況ではないけど、これでいいか。これ。あ、やった、来た。まあ、こいつの確認したいけどね。なんで交換しようか。川か。はい。はい。場所が輝けるせっかくの機会。そうだね。吹き飛ばしいらないかな、たくさんあるから。水出しもう一個あるね。そうだね。場所が使わなくなりましたね。何いらないかな。ちょっと散弾銃持ってさ、外出てっていい？ちょっと。あの次枠との間あたりでさ、飯食いその場所がいらないですかね。まあ、こっから先消されないとも限らないんだよね。そうそう、カラス何がいらないかね。睡眠桶とかまだ持ってたいからね。もしかしたらミダル大根のレベル下げるかもしれないし。皮だな。ちょっと待てよ。皮捨てるんだったら、あ、投げらんないか、盾になってやがる。じゃあちょっと、三段銃に弾込めてますわ。川だな。川どこ行っちゃった。川。飛びつきな、これ。罠チェ。罠チェやっぱやった方がいいよな。よし。大丈夫かな？この階層は特にきついのないよね。まあ、先制されたら、飛びつきどうしようか。識別の巻物ってあったっけ？読んじゃおっか。じゃあ。やった方がいいよね。振って確認の方がいいかなと思ってるんですよね。大事取って振って確認しますわ。モバルーンの可能性あるんで。あ、そうですね。じゃあ、切ります。次は無論やりますんで、よろしくです。ご視聴ありがとうございました。